しましょう。まもなくお知らせします。お捕まりください。はい、ってなわけでね、北海道行ってきます。なんか可愛い飛行機。久々だね、こういう風に階段タイプ。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますので、お気をつけください。ありがとうございました。飛行機乗ったなって感じする。アナザースカイって曲だよねこれ。さあ手荷物はないからそのまま行くか。どうしよう、とりあえず雨降ってるからな。空港の中ブラブラしようか。初音ミクのショップが9時からだからね、絶対行く。戻れません。今ね8時36分だからね、初音ミクタウンだっけ、あれがオープンするまであと24分。プラプラするしましょっか。とりあえず空港ブラブラしながらなんかかまぼこを食ってます。うまい。ガチャ、あれこれあれじゃん、ポケモンストアじゃん。前来た時メダルやったよねって言って、あの潰して出てくるやつ。あんま変わんないでしょ、うん、前このメダルのやつやったじゃん、これ覚えてる。土産物屋さんでね、チープトイちょっと見てんだけど、
変形パターンが予想できるやつ。でもこの変形ロボシリーズ結構あるんだよね、いろいろ。超動神、シャ王神、これ一緒かな。あ、一緒か。なんか予想できる動きなんだよね、これ。ただこいつも気になるね。君がロボ博士っていうのよくわかんない。まあ、こっちのウィングも気になるけど、建設トレインロボ買います。まあ、とりあえずね、空港ブラブラして、まあ、いろんなもん気になる、その場で買って食べられるもんね、つまんだりしてんだけど。おー、来た。もう時間的に9時過ぎてるから空いてんじゃないかな。新千歳空港。はい、そして3階から4階、上の階ですね。おー、何年か前に見た光景。まあ、前回来た時は帰りの時か、帰りの便で帰る時に寄ったんで。おお、懐かしい。そうそうそう、このね、ラビット雪音のテーブルしたっけ。また明日じゃあね、また明日。結構ね、方言書いてあるのが面白かったんだよね。あ、生なうまいがある。あ、これ買うしかないっしょ。こっちはなんもだよ。あれでも前回北海道来た時このテーブルも取った気がする。やった、残機だ。バレる。いや、前回来た時ね、もうここ営業時間終わって閉まってたからね、すごい嬉しい。来場記念スタンプ記念にやります。はい。おお、かわいい。おお、すごいな、この壁。なんか落書き程度のものもあれば本気のものもある。すごいね。で、柱があって、で、これがショップ。うん。で、雪見くミュージアム。うん。ボカロのね、ソフトとかそういうのはね、いじらないんだけど、単純にこのキャラが好きっていうだけなんで。結構いろいろいるみたいですよね。メイコ、カイト、初音ミク、で、リンレン、ルカ。で、こっちはグッズがいっぱい。反対にもあるね、メンドロイドの単調巫女バージョン2018。あれ、これね、ガチャのやつ、これかな、持ってるやつ。メンドロイド雪巫女トゥインクルス、ん、トゥインクルスノーバージョン。多分ガチャのやつ持ってるのこれだよね。で、これがスノーオールバージョン。あ、フクロウか。で、スノーベルバージョン。あ、ティンカーベルみたい。なんかスズランがくっついてる。マジカルスノーバージョン。あれ、ガチャのやつこっちかな。で、いちご白むく。すごい和風だ。で、ふわふわコートバージョン。これいいね。楽しい雪遊びエディション2011年バージョンで、2010年の雪ミク。わ、でかっ。27,800円スノーミク。あ、
ガチャのやつがね、またあればやりたいんだけど。小樽とか行ったらまだ残ってんのかな。ドルフィン、あ、これあれか、ドールのやつ。あ、でもすごいね、なんか綺麗だね。うわ、お値段7万200円。いやー、さすがに手が出ない。イラスト？お、等身大の雪肉？怖え。ありがたや、ありがたや。あ、すごい、ライトアップもしてんだ。怖え。この足パーツもね、ワンポイントで光ってるしね。側面の腕。いいね、これ等身大のやつ。あ、でこれさっきのあれか、ショップの出口か。なんかいろいろあるけどよくわかんないソノカ、ソノカでステラショートバージョンダウンロード実施中とかあるけどね、ちょっとよくわかんないです。で出口の横の壁にはラビット雪音コーナー、雪音好きにはたまんないコーナーだね。で限定メダル、これはいいかな。さっきはオン買ったんだよね。てなわけで雪見区スカイタウンでした。さあ雪見区スカイタウン行ってきたんで、今度は札幌に向かおうかな。いきなり雨っていうのがね、へこむけど、もう地底人になるしかない。地下鉄メインで移動かな。